今週のヒューマンウォッチャーはサッカー元日本代表高原直弘、沖縄から J リーグへの挑戦、日本サッカー史に名を刻む希代のストライカーはなぜこの地に来たのか。自分からしたらやっぱり苦い思い出って感じですよね。目指したのはドイツ時代に目にした景色でした。全てを捨て奮闘する高原の現在とは。